北塩原村の円リゾートグランデコでは、来月1日のオープンを前に安全などを祈願する神事が行われました。円リゾートグランデコは東京に本社を置き、全国でホテル事業を展開するザ・コートが旧グランデコリゾートの運営を引き継ぎました。ようやく我々の方でリブランドをして4月1日に開けられると。リゾート内のホテルロビーは日本の名水100選にも選ばれた小野川湧水をデザインに取り入れ、浦磐梯の雄大な自然を感じる開放感のある空間に一新されました。また食事は小野川湧水を使ったデザートや福島県産和牛のローストビーフなど地元食材をふんだんに使った料理を味わうことができます。目玉としては中心にある暖炉、あと暖炉から後ろにある、景色ですね。グリーンシーズンや冬の景色も素晴らしいものがあります。北塩原村の複合リゾート施設円リゾートグランデコは来月1日にオープンします。